イトアラ TV をご覧の皆様、ボンジア。はい、ということで、はやぶさ戦0対0の引き分けからですね、だいぶ時は経ってしまいましたが、関東リーグ昇格できずということで、この間、ずっと落ち込んでました私、やっとですね、少しずつ気持ちもこう上がってきて、イトアラ TV を撮れるぐらいの精神状態に、戻ってきましたので、撮ってるところなんですけども、お休みいただいておりました、ありがとうございます。はい、ということでですね、イトアラ TV、今日はですね、お二方に、インタビューした映像が残ってますので、そちらをね、皆さんにご覧いただきたいなと思います。まずはですね、イトアラ FC 横浜、最終節を終えたばかりのですね、大島監督に、インタビューさせていただきました。それではご覧ください、どうぞ。ということで、今日はもう皆さん分かりますね、見てらっしゃいますね、そうです、監督の、大島監督に、来ていただきました。こんにちは。こんにちは。残念でしたね。そうですね、すいません、本当。いやでもね、やっぱこう分けじゃないですか、引き分けじゃないですか、引き分けが、しかも負けがないと。そうですね、あのね、はい、8勝5分け、はい、負けがなくてこう上に行くチャンスがなくなるって結構辛いですよね。そうですね、まあ最後の試合も負けたわけではないので、やられたっていうよりかは、まあ、ね、勝ち点でも及ばなかったって、まあでもそれはリーグ戦のある意味醍醐味である、ね、まあ、無敗の3位。そうですね、ですね、まあ1、2のチームももちろんね、無敗で53とハイブサさん、そうですね、無敗ですもんね、はい、無敗なので、まあ引き分けがうちの方が多かったので、うん、まあ、そこがちゃんと勝ち切れれば、うん、あのね、全然上に行けたかなと思いますけど。なるほど。どうです、さっき、あの前回のハイブサ戦、引き分け負けはダメですよ、もう勝ちしかないよっていう戦い方、はい、どんな感じでこう臨んで、どうだったんですかね、ちょっと私も聞く、もうなんか下手な、申し訳ないですけど、どんな感じ、うん、まあ、まずは、しっかり失点ゼロで、うん、まあ本当、言う通りに負けてはいけないので、うん、まあ、先制点、まあ、最近多かったので、はい、まあ、取られないようにしながら、はい、まあ、自分たちの時間を有効に使って点取りましょうっていうところをのもとで、うん、まあ、やっていたので、また前半とかも 0-0 でしたけど、まあ、我々としては別に行って自分たちが取れば逆に言うと勝てるっていう算段はあったので、うん、まあ、作戦通りっちゃ通りなんです ね、 ですね、だから誤算があったっていうところですね、まあ、1点取れなかったっていう、ね、まあ、そうですね、得点力は、まあ、あのはやぶささんより、うちのは総得点は上だったので、あ、はいはいはい、であれば、まあ、我々の方が点取るチャンスはあるだろうと、なるほど、はい、っていうのは、まあ、あのコーチ含めてスタッフと話の中でやっぱあったので、まあ、そうですよね、私も もともとねサッカーマンだったから、あんまこう勝てたよねとかそういうこと言いたくないですよね、もう引き分け引き分けだし、そうですね、現実で上にこう関東リーグ昇格戦に上がれなかったって現実がね、うん、やっぱどう受け止めるかだと思うんですよ。そうするとやっぱりこの間のハヤブサ戦ラスト、たまたまラストがハヤブサ戦ってだけで、1年間通して8勝5分け、結局その5分けの中に勝たなくちゃいけなかった試合が何試合かあったってことですよね。まあ、そうですね、で結局星取り表だけを見ると、はい、やっぱり上位4チームの中で、勝ちと負けがついた試合が、はやぶささんとフィフティさんが、4位のチームとやった試合だったと、うん、で我々は逆にその4位のチームと引き分けだったっていうところの、うん、差が、まあ、一つはあったなと、うんうん、やっぱ上位対決で勝ち切る、うん、まあまあ、失点してもやっぱ最後自分たちで勝ち点3というものを持ってくるっていう能力は、うん、まあ、やっぱ上位2チームの方がまあ長けてたのかな、ね、まあ、あとは、ね、他の枠に関してもやっぱ勝たなきゃいけないっていうのはもうサッカーやるで当たり前ですけども、うんうん、まあ、ただやっぱそこでねやりきれなかった、うまくいかなかったっていうのは、うん、まあ、今シーズンの課題だったのかなとは思ってます。まあ、逆に1年間通して良かったところっていうのはまあ、まずは最初ですかね、やっぱ引き分けも含めてですけど、やっぱ失点数非常に少なくて、うん、で、ヤクルト得点、まあ、今年さらに量産しようと思って、うん、攻撃的なサッカーしようというところでやってたものを、うん、まあ、得点がたくさん取れて、
まあ、滑り出しとしては悪くなかったかなと、うん、であとは、まあ、逆転勝ちがあったりとか、うんまあうん、あとはこう粘り勝ちがあったりとか、うんまあ、そういう中で、チームとしてのこう一体感うんまあ、やっぱり新加入選手が今シーズン多かったので、はいまあ、そこをいかに、チーム一つになってやっていくかっていうところは、はいはい、あの課題ではあったのでそこがこうまとまってきたっていうのはものすごく大きかったかなと思います。なるほど。そうすると今年1年間終えて、チームとしては何点、個人としては何点、まあ、チームとしては、まあ、80点ぐらいですかね、はいはいはい、でそれはまあ、言うように足りないところもあったし、はいはい、ただやっぱ新加入がいた中で、うん去年、一昨年に比べるとまとまり感はあったかなと、うんでまあ、逆に言うと個人は、僕個人で言うと、うん、まあ、いけなかったんで、うん、50点以下じゃないかなと思います。なるほど。結果が全てだよという立場でありながら、ね、そういう特徴つけざるを得ないというところですよね。まあ、ただその自分がやりたいというか、うんまあ、チームにやってもらいたかったサッカーは、うんまあ、ある程度は、うんまあ、披露はできたかなと、うん、もちろんまだまだこう詰めなきゃいけないところ、うん、伝えていかなきゃいけないところやってもらわなきゃいけないところもありますけど、ただ、それは少しできた自信はあったと思います、ね。まあ、そうすると結構シビアですね。50点っていうペースがね。そうですね。私は100点。それはもう1年間もう100点やりきりました。もう 100点分はやりきりました、はい、今年は。まあまあ冗談抜きにして、やっぱりこう僕ね、上に関東リーグにこう上がる、まあ、小学生に行くっていうのはやっぱり選手たち、まあ、監督含めね、現場の人たちと、まあ、あとはアシスタントの現場のコーチたち、そして、まあ、フロント陣と、まあ、最後はサポーターっていうね、この4つがねこう一つになってこう上に行くんだなっていうのをつくづくねこの間感じたんですよ。やっぱりこうサポーターの後押しがすごい、うちはもうね最高にパフォーマンス良かったですし、選手たちも良かったですし、じゃあフロントは手抜いたかつて抜いてないしね。で今度このスタッフ陣たちは本当頑張ってくれたと思ってるんで、ただやっぱり何かずつちょっとずつこうみんな足りなかったのかなとかね。そうですね。でも感謝ですよね、応援してくださったね、こう見てくださってる方々にちょっとね最後もしあれでしたらお礼の言葉で締めたいなと思うんですけれど、はい、はい、まず忙しい中、スケジュール割いていただきながら、来ていただきましたサポーターの皆さん、本当にありがとうございました。まあ、特にラストの4試合に関してはこういろんな方がたくさん見に来ていただいて、本当、まあ、アウェーの地でもホームみたいな形で後押ししていただいたのは本当に、感謝の限りですし、そのおかげで、最終節、勝てば2位になれるっていうシチュエーションが生まれたなと本当に、思っていますので、ありがとうございます。また個人的な SNS に結構書いてるんですけど、やっぱりジュニアユースの子たちがあれだけこうボールボーやってくれたり、運営手伝ってくれたり、なかなかやっぱり J のクラブでもないようなことをこの神奈川県一部っていうところでやっていただいているので、それに関しては本当監督の井村さんはじめ本当に選手たち、保護者の皆さんに本当に1年間、お世話になったと思ってますので、まあ、代表みたいな立場になりますけども、ね、本当にありがとうございました。ありがとうございました。まあ、本日は振り返りということで、今度、ね、インタビューするときはその先についていろいろ聞きたいと思いますので、今日は、大島監督に来ていただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。大島監督、シビアですね。自分の自己採点50点って低いですよ。あ、私は100点です。もちろんです、もちろんです。100点、あ、紙ですか。はい、これで武蔵新城で切ってます。はい、よかったら紹介しますんで、言ってください。はい、ということでですね、もう一方、インタビューしてまいりましたが、もう緊張しちゃって、私が、緊張したインタビュー、もう本当レア映像になると思いますので、ぜひ見ていただきたいなと思います。テクニカルアドバイザーの関塚隆さんに、お越しいただきました。それではインタビューご覧ください。どうぞ。今回は、関塚隆さんに、お越しいただきました。ありがとうございます。こんにちは。では、テクニカルアドバイザーということで、1年間を振り返って、ちょっと緊張してるんですけど大丈夫ですか。ちょっと1年間振り返ってちょっとお聞きしたいなと思って、この伊藤の FC 横浜どうでしたか。いや、非常にね、こう
アットホームな。アットホームです、はい、でみんなはこう意欲的な、そしてこのクラブとしてもね、あの地域ともこう着実にね、こうにこう温かくね、見守って成長したいなっていうか、成長していくんだっていうね、そういうものを感じた。そうですよね。いや、あの試合のね、毎試合来ていただいてるんですけど、あのサポーターの数もね、徐々に増えてっていいですよね。いや、あとはね、やはりその下のカテゴリーのね、はい、選手、あの子供たち、それから来てるね、すごくこう応援してくれた、そういうのをすごく感じられた、一年だったんですね。ありがとうございます。ちょっといいですか、普段聞けないことを本当はいっぱい聞きたいんですけど、イトゥアの FC のことについてだけちょっと今回聞きたいんですけど、テクニカルアドバイザーって結構難しいポジションだと思うんです、個人的には。っていうのはなんかよくチームアドバイザーとかでこう名前だけ借りてますみたいなのもあるじゃないですか。そうじゃなくて練習も見ていただいて、試合も来ていただいて、監督のそばでこう寄っていただいたりとか、すごいやりにくさとかそういうのなかったんですかね、難しくなかったですか。いや、どのくらいのこう距離感で見ればいいかなっていうのは、それはすごくこう、まあ自分ではね、一つのチャレンジっていうか、だったですね。ただまあ自分もこう、本当に、なんですか、あの指導者になって、まあ30年携わってきましたから、まあ、その中で自分がこう監督をやの立場の時と、それからこう、サッカー協会のね、技術委員長をさせていただいた時っていうのは、各カテゴリーのそのチームをやはりこう全面サポートする立場、やっぱりそういう立場でこうやって、まあ、お互いその両方の立場を経験したので、まあ大城監督はね、一つはやりやすいように環境を作るということと、それから選手たちがね、やはりこういろんな、まあまたプロとは違って、本当にこう社会人で仕事を持ちながらね、まあ、サッカーを自分で好きなサッカーを楽しむっていうか、まだ自分は上手くなりたいんだっていう意欲を持ってね、やってると思うんですよ。まあその辺のこう気持ちをね、聞いてあげるっていうことが、まあ少しでもこうやってアドバイザーがそんな偉そうじゃなくて、いや相談もね、やっぱり一つの相談役になってればいいかな。だからまあそれがね、これからまだ話してないんですけど、大島監督にとってはやりづらかったのかなって思ってるのか、選手たちがね、やっぱりどんな気持ちでいるかっていうのを編集して、まあ自分としてはね、しっかりこう、もし自分が監督だったらなっていう目線でまず一回見るんですよね。そうですね。それで、私がこうだったらこうだろうな、でもこれをそのまま当て込んじゃいけないなっていう、今度なんですか、目線もあるわけですよね。そうです。そういうとこですよね、難しいのは。いやいや、だからそこはどういうふうにやりたいかっていうのを監督は持ってて、まあ、それに対してのところですね。まあ、僕自身は本当にこう強化担当とか GM だったら、もっとそれはクラブとしてこうしてほしいっていうのを、まあ監督あるいは選手にね、伝える役だとは思うんですけど、やはりこうフルタイムにやれるわけじゃないので、こうしたいんだけどっていうところを、じゃあこうしたいんだったらもうちょっとこういうやり方をね、一人やっておいた方がいいよとか、トレーニングでこういう種類のトレーニングをやった方がいいよとか、まあそういうやはりこう少しね、相談に乗ってたっていう感じですかね。相談、もう本当相談役ですよね。うちの代表からもそうですし、監督からもそうですし、ね、そんな偉そうです。いやもうなんで来季は相談役っていう方が来て、ね、いやぜひね、本当それがねできたかどうかは別にして、ただ。でもちょっと昇格の、そう、最後の試合どうですか。最後の試合だけ、本当は毎試合聞きたいんですけど、最後の試合だけ、この引き分けだとうちは、関東リーグに上がれません。でも勝たなきゃいけないっていう試合に臨む時の選手の気持ちと、監督としてどこをしてあげるべきだったとか、なんかやれるべきことってもっとあったんですかね。
結果論になっちゃうんですけど、いや僕自身はこの神奈川県の社会人の一部の、まあ、全体の試合の流れを受けて、まあ、十分優勝を狙えるし、この昇格のね12月のところにみんなで狙えるチームだなっていうふうに思ってましたし、実際にそういうふうにこう来たなっていうのは自分では思ってたんです、はいはいはい、で最後の試合ももう、まあ、0-0と長くなってね、はい、それでいけば必ずチャンス来るなっていうふうに思ってたので、やっぱりまあ若いチームだもんね、はい、このチームだから逆に点早くね前半のうちに取ってたら、うん、なんかそっちの方のメンタルも怖かった、怖かったなっていうふうに思ってて、はいはいはい、やはりなんとか追いつこう追いつこうっていうところで、うん、こう勝とうっていうところが、うん、最後に来た方が、うん、まあ自分の中ではゲームプランとしては持ってたんですよね、うん、まあ、そこはうまくこういけるっていう気持ちではありましたね。でも何が、何がね、本当起きるか分かんない、まあ、本当残念ではあるんですけど、僕ね、もう一個聞きたかったことあるんですよ。関塚さん、こう入ってくれて、こうアドバイザーとしてこう見てて、試合のなんか戦術とか、こう選手のこう気持ちとか、コントロールとか、あ、今怒ってるな、じゃあ近く寄ってやって、話聞いてあげようとかあるじゃないですか。そこだけと思いきや、練習終わった後の自主練の時間に、こうシュート練習やるやつを集めて、こうシュートの技術的なところまで教えてたじゃないですか。あれって J リーグとかではやらないんですか、あんまり。こう育成の段階だから、こうシュート練習、こう一緒に付き合ってあげてこう。いや、僕は必ずそこは週に1回、うん、持って、やっぱりこのシュート技術っていうのは、うん、必ずこう、ね、プロでも繰り返してたりとか。やっぱりこうパスとかキックと違うじゃないですか、うん、シュートっていうのは、はいはい、やっぱりキーパーとの、ね、駆け引きだったり、うん、自分の中でもこの角度だったらこういうアングルで、はい、やっぱりシュートの技術っていうのは必ずあるので、うん、まあ、そこはやっぱり日本の選手にはちょっと足りないところかなっていうのは、うん、ずっと思ってたんですね、うん、それで練習をちょっとやってみて、まあ、自主練時間内でこう集めて、はい、でまあ、最初は、ね、見てるだけだったんですけど、はいはいはい、3月ぐらいは、はい、でもこれはやった方がいいなと思って、ね、大島監督にちょっと最後のところは、うん、だからそれもこうシュートだけやってたんじゃなくてディフェンスラインをね、うん、ちょっと集めて、うん、まあ、そういうアドバイスを、ね、最後にしたりとか、選手たちは気づいてるんですかね、関塚さんにこう教わるっていう大きさを。いやいや本当に。それほどで、私ら世代はもう神じゃないですか。もうトップオブトップここじゃないですか。選手たちは、うん、え、どっかのおじさんみたいな感じのスタートじゃないですか。なんかスタートが。なんかそれがね、歯がゆいです、見てて。お前ら、関塚さんだぞみたいなところが。いやいやいや、まあそれはね、一周同士はもう一緒ですから。いやー、もっともっと聞きたいんですけど、本当はね、もう日本代表のこととか聞きたいんですけど、それはちょっとこの後聞こうかなと思ってますので、はい、最後は関塚さんから言うのもあれなんですけど、今までこう応援してくださった方々、まだこれからも続くんですけど、そういうファン、サポーターの方にちょっと一言いただいてもよろしいですか。はい、はい、すいません。いや、イクワグをね、支援していただいて、応援してくれてる皆さん、本当に1年間ありがとうございました。僕自身もね、試合に1年間通して、本当にこうサポーターの熱いね、皆さんの気持ち、それからイクワグのね、ジュニアユースからのそういう一体感っていうのをね、一戦一戦ね、こう積み上がってきたなっていう一年間だったなっていうのを、まあ、そういう意味では本当に皆さんに応援してもらった、まあ、僕に対して感謝申し上げます。本当にありがとうございました。ありがとうございました。まあ、チームはね、引き続き来シーズンもまた関東のね、挑戦というのが続きますので、今後とも応援の方よろしくお願いいたします。はい、関塚崇さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。本当にすごい方、
そう、すごい方なんですよ、本当に。あの、関ちゃん、ありがとう。あ、関ちゃんとかして、怒られるって。はい、あの、関塚監督、まあ、関塚さん、本当に、インタビューをお答えいただきありがとうございました。今年1年間ですね、金曜日の練習、土日の、試合にですね、こっそりこう来ていただいて、選手たちを、励ましたり、選手たちにこう指示出したり、アドバイス送ったりしていただいたんですよ。本当にあの関塚さんには感謝しかありませんね。僕もね、あのよく話すんですけど、インタビューってなると本当に緊張しちゃうんですよね。関塚さんを目の前にするオーラが違うんですよ。はい、まあそんなんで、もう一回ね、この後ね、関塚さん特集みたいなのを組めたらいいなと思ってますので、このイトアナ TV をご覧の関塚さん、もう一度、お願いいたします。はい、そんなので、そんなことでこのイトアナ TV ですが、まだまだ終わりませんよ。なぜならですね、まだ横浜市大会順調に勝ち進んでおります。年内には、決勝、準決勝まで行くのかな。勝ち進んで次回、教員とですね、試合があります。そこも勝って、もう一回三沢での決勝、行きましょう。応援してます。 JFSL2、部に、の残留できるようにあと1試合、頑張ってほしいなと、思っております。そんなことで、皆様も、まだまだイトアナの応援の方、ぜひね、お願いしたいと思います。これイトアナのトップのユニフォーム飾ってます。こっちにもあるんですけど見えないですね。はい、ぜひ、これからもイトアナの FC 横浜 B 期で、お願いしたいと思います。そして、もう一つお願いがあるのはチャンネル登録の方、よろしくお願いします。今現在約380名かな、登録者。本当にまず1000名を目指しておりますので、YouTube のまずアカウント登録、その後、イトアナ FC 横浜を登録、してください。それでは、次回お会いする時まで、チャオ。